どうも、もったいない代表の吉原です。本日2回目となります、ホイールローダーについてご説明したいと思います。そもそもホイールローダーというのはどのように、扱うのかといいますと、土砂や砕石などの、粉状のものを、ダンプカーに積み込んだり、そして、校内の短距離で、運搬するときに、使用されます。もったいないんでは、インターネット販売も行っております。ホイールローダーのような検機の方も、ゆくゆくは販売していきたいと思っておりますので、ぜひご興味があれば、当社の、ホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。